とりあえず一旦チャンネル登録しよう。はい、どうも皆さんこんにちは、寝起きのコスケです。今回はですね、前回の動画でレオンさんにね、アイテム渡したら、ボスドロップ品いっぱいもらえるよーっていうのを出したんですけど、そのコメント欄にですね、水流の尾びれ、はびれ羽ひれ青色のやつね。あれなら、釣りで取れますよっていう情報をね、もらいました。なので僕は今ね、釣り竿以外の全アイテムを売り、釣り竿のみでね、水流の鱗じゃねえな。なんかちょっと一回見せようか。なんかね、名前がね、ハビレって言うんだろうか、あれ。アクアマリンが落とすやつね。ほら、これ、ハビレね。これが、羽ひれか。わからんけど。で、なんかその、釣れたところの詳細を聞いたら、ここの、出たところのまず左の橋、左側の川、と、この城内の西側の川で釣れたって。で、影がめちゃめちゃ大きかったから、すぐわかりますよと言われたんですね。だからちょっと、釣っていこうかなと。で、多分これぐらいの大きさどうなんだろう。結構でかいけど。なんかね、魚のね、サイズも、なんかね、いろいろあるんよ、なんか、大きさっていうのが決まっとって、だからこんなちっちゃいやつはもうやってもダメなんよ。だから今から俺がやって後方は、ワープして、おーい！ワープしてワープしてを繰り返そうと思ったんだけど、今でかい。これ絶対、レアアイテムでしょ。なんかレアアイテムは、総じて影がめちゃめちゃでかいらしいんよね。さあ、来い。全然来んけど。え？え？消えた？待って待って。消えたとかある？どういうことやねん。さあ、来い。来い。よし！おい！おい！普通に魚、おい！ここまで、そうでかい影めっちゃ出るやん。さあ来い。とりあえずね、今回は、レアアイテムが釣れるまでやってみようかなと。よいしょ！やっぱでかいのドクニジマスばっかやな。じゃあね、今からやっていきたいと思います。なんかブリ釣れたんですけど、なんかトゥルルンってなんか普通のモンスターと全然違う音かなってブリ釣れたんだけどさ、何ブリって何なんかそんなレアなやつだったん？俺まあこのデータあれなんだけどね、俺の装備全部売ったから普通にセーブせずに消すデータだからさ、もう今はこんなん出られてもなんだけど、はい、なんか次、なんかね、レアなやつだと思う、これも。ロブスター、釣れました。ブリとロブスターが釣れましたね。水流のヒレはいつゲットできるんでしょうか。また、アキラさんだったわ。でかいのや、でかいやつが、今のところ、ブリと、ロブスターしかおらんのよ。いつになったら釣れるんだよ。もう、はい、皆さん、今調べてきたんですけど、水流の羽びれ、ヌッシの鱗、丸石、釣ることができるんで、僕はね、もうちょっと30分ぐらいやったんですけどね、なんか大きい影からゲットできたのが、どれだ、ブリー、ロブスター、マグロ、長靴、だけでした。はい、ということでね、皆さん、頑張って自分で釣り上げてください。いやー、ちょっとほんとね、これはもう、無理っす。動画を見てくれてありがとうございました。右が最新動画、左がおすすめ動画なんで、ぜひそちらも見てください。チャンネル登録もお願いしまーす。それだけ？ダメな。もうちょい伝えて。何？バイバイって。